この店に限ってこの店じゃなくたって何だってそうかもしれないけど、今役者さんとこう地方さんの距離が少し昔よりは離れてねる感じはありますから、すごく仲良くしょっちゅうこうなんていうかディスカッションしてやっていくと、いいものができるような気がしますね。そういう経験ができるので、まあ、この間弾いてたんですけどね。それでまあ魚屋倉庫で有名なのはさ、もうお酒をこう飲んでいく、お酒を飲み始めて飲み終わるとゆっくりになって、それでまた喋ってまた飲み始めると早くなってゆっくりになってっていう、まあ、簡単に言うとそういうことです、うん、で相方は西行桜っていう。タンタンこれずっと繰り返して、でこれはまあ酒を飲み始めて、飲み終わるまで何分ぐらいだったのかな、10分とか。3杯飲んで、その次片口っていうこういうので飲むんですよ、2杯で、最後は樽、あの、角樽すんだっけ、樽でグッと飲むんですよ。そうすると飲み物が 3つパターンになるわけよね。そのために最初は本手で、次は楓で、最後は派手な楓ってこうっていうことがいっぱい書いてある、これが本手。本で降りてるわけですね。そういう風にやるっていうことね。へえ。これはね、面白い。そんな違いなんだろうね。面白い。うん、面白いですよね。うん、そう。マキンコのビールがめっちゃ美味しかったよ。うまそうでしょ。うん、めっちゃ美味しそうだった。